監督の田中守ですよ。映画制作一人でできるもん。はい。ね、ね、今回はですね、ちょっとですね、映画制作というかですね、ね、まあ映画制作からちょっと外れてしまうんですけど、まあなんすか、時事ネタなんですけど。鬼滅の刃って知ってます？で、なんか最近鬼滅の刃の劇場版がすげえヒットしていて、なんかね、大ヒットみたいな、ね、時事ネタって言いましたけど、ね、この動画が配信されてる頃にまだね、こうね、旬のネタなんですかね、もう完全に遅れてますよね。というわけでね、まあ、超ヒットしてると、ね、なんかめちゃめちゃヒットしてると、ね、なんか、なんすか、鬼滅の刃ハラスメントみたいなものが起きてると、ね、鬼滅の刃見てないの？見なきゃダメだよーみたいなね、ことを言われるみたいなね、ことを言ってるんですけど、まあ、どうなんすかね、まあ、なんかね、大ヒットするアニメがあるということはもうすごくいいことだと思うんですよ、ね、でもまあ別にね、ね、鬼滅の刃なんですけど、あれなんか金曜日、ね、関西地方では金曜日のね、なんか7時か7時半ぐらいにやってるんですよ、あれゴールデンタイムに、ね、どうもね、こうね、番組枠がね、なんか上沼恵美子の番組が急に終わったから、それの穴を埋めるためみたいな感じでね、鬼滅の刃をやってるとかやってないかとか話なんですけど、先日ですね、もうね、70いくつになるですね、私の母親がですね、一人でね、飯食いながら鬼滅の刃見てたんですよ。いやね、ちょっとね、ね、行ったらですね、まあ、私はね、家離れに住んでますんで、ちょっと母屋の方に行ったら、母親が飯食いながら鬼滅の刃見ていてですね、なんでこんなん見てるんだろうと思ってね、あるんですよ。で、母親に聞いてみたら、だって最近なんか鬼滅の刃ってすごいなんか話題になってるから、試しに見てみたけど、なんか全然面白くないとか言ってんですよ。ね、もうね、もうそれ聞いた時にね、そもそもですね、いや私もね、鬼滅の刃って全然見たことないんですよ、ね、なんかあんま見る気が起きないんですよ、ね、っていうかワンピースも見たことないんですよ。まあね、これね、見たことない人の方が多いと思うんですよ、ね、だってですよ、だって鬼滅の刃って少年ジャンプに載ってる少年漫画じゃないですか、ね、そんな万人受けする、ね、国民的な誰もが見る、ね、アニメではないと思うんですよ。アニメでもないし漫画でもないと思うんですよ。ただジャンプを読んでる読者層というか、そういうジャンプを読む層の中心であるですね、少年少女、まあ、少女は分かんないですけどね、そういう少年たちから絶大な人気を得ていると、ね、絶大な人気を得てるのは分かるけど、それが全世代に広がっていくことがですね、もうね、老若にゃんにゃんにょにね、老若男女にね、まで広がっていくかものかといえば、そうでもないんですよね。だってですよね、ね、鬼滅の刃以前にもうね、万人受け、ね、万人受けするアニメといえばですね、もうね、トトロとかあるじゃないですか、なんかね、スタジオジブリの、ね、トトロとか、なんですか、ラピュタとか、ね。
なんか魔女の宅急便とかもののけ姫とかありますけど、あれでさえですね、別にそのあの この世に住んでるね、あのここに、ね、日本人がですね全員見たかというとですね、見てないじゃないですか、そんなのね。ねで全員がもろ手を挙げてこれは面白いって、ね、なってないでしょね。だってあの鬼滅の刃がすげえ流行ったって言っても、何年か前にあったあのあれあの君の名はってあったじゃないですか。あれだってですね、そこまでみんな見たかってね言うじゃないですか。私もですね、君の名はですね、あのちゃんと見てないんですよ、ね、あの親戚のうちに行った時に、あの親戚のうちで DVD かなんかかかってて一部見たんですよ、ね、なんか男と女が入れ替わってあたりから隕石がこうね落ちるか落ちないかネタになって、おこんな話なのかと思ってね見たぐらいで、ちらっと見て、で別にその後ですね、また改めてね自分でなんかレンタル DVD とかね動画のサブスプリクションで見ようという気にも全然ならないですしね、まあ大ヒットしてるからといってですね、これがみんなに受けているものなのかというのはですね、もう別の次元の話なんですよ、ね、だってあのエヴァンゲリオンってそんな見る人限られて、あの選んでるじゃないですか、完全に。あれは万人超大ヒットしたアニメですけど、あれだってそんな万人受けするもんでもないんですよ、あれ ね。ちなみに母親はですね、あのあ昔のジャンプのが良かったとね、あのシティハンターとジャングルの王者ターちゃんが良かったと言ってましたよねえ、ね、この鬼滅の刃の大ヒットを見て、まあね世間ではねこう集英社がゴリ押しをやってるとかね、まあいろいろなんかぐちゃぐちゃ、ね、なっているみたいなんですけど、まあ面白い作品ではあると思うんですよ、ね、この2020年のですね、あの少年少女たちにとってこうドンピシャリというなったというね、2020年に思春期多感な時期を迎えている少年たちにとってはですね、ちょうどねこうねハマっているんだと思うんですよ、ね、まあ実際ですね、あの私が鬼滅の刃を読んだところでハマるかというと、まあ、多分ハマらないと思うんですよ、ね、もういいおっさんですし、ね、逆にですね、あの私らの世代ですと、私が16、17、18の頃に流行ってね、すごくあの夢中になったものといえばですね、やっぱ同じジャンプの漫画でもですね、あのジョジョの奇妙な冒険第2部とかですね、あと先駆け男塾、ね、先駆け男塾の中でもパーレン制覇から、店長五人大部会までにかけてはまあハマりましたよね。でそのね男塾やジョジョの奇妙な冒険が今のね、若い子たちが読んではたはたし面白いのかどうかというのもちょっとはなはな疑問なところもありますしね、やっぱりその時代の生きている少年少女が、ね、その時代に流行っているこう一番力を入れて熱量のある、ね、ジャンプの漫画と出会って、そこで化学反応が起きて大ブームとなるんですよ、ね、鬼滅の刃は特にその辺がこう、ね、大ブームになったんだと思うんですよ、ね、まあまあいいんじゃないですか別にね。まあもう一つ言えばですね、鬼滅の刃ってまあね大ヒットしたって理由がありますけど、正直なところですね、今年って結構ハリウッド映画の大作とか全然上映してないじゃないですかね。まあ、私もですね、もう映画不安であるにもかかわらず、今年に入ってから一本も映画をですね映画館に見に行ってないんですよ、ねでそういうねこう映画不作の中にポンとですねこうヒットが出せそうな鬼滅の刃という作品が出てきたから、バーンと爆発したっていうのが分かるんですよね。まあこういう現象というのはですね過去になかったのかというとですね、これ意外にあったんですよね。この鬼滅の刃のこのブームを見てですね、まあ、鬼滅の刃みたいなあんな爆発的なブームではなかったんですけど、ね、一つ思い出したのが、1992年のですね年末に上映されたゴジラ VS モスラっていう映画を思い出したんですよ、ね、であれがですね、平成当時の昨今のゴジラのシリーズの中では結構大ヒットした方だとね。
実際ヒットしてですね、で私あの1992年、まあ、そのゴジラ対 VS モスラーが上映されたんですけど、その1年ぐらい後にですね、東宝の福岡の東宝にアルバイトに行ったことがあるんですよね。あのゴジラの着ぐるみを着るアルバイトに、まあ、行ったんですけど、その時に東宝のあのその あの福岡の東宝って東宝のその映画館とねこう一緒になっているんですけど、事務所に行ったらなんかゴジラ VS モスラーなんか大ヒットおめでとうみたいな、こんななんすかあの盾かなんかこう記念碑ではないですね、なんかこうオブジェみたいなものがですねドーンと置いてあったんですよ、ね、でこれを聞いたらやっぱあのねゴジラ VS モスラっていうのはもう大ヒットしたから、こう東宝からもうよくやったということで、これドドーンと、ね、記念品が、ね、どっかから、ね、東宝の本部からあったのかよく分かんないんですけど、そういうねオブジェに専念するぐらいのめでたいことだったということで、ね、まあ実際にその後のねシリーズでねゴジラ VS モスラーを超えるシリーズってのはなかなか出なかったので、ね、よっぽどね流行ったんだなというので、ただですねこれ映画の東宝の映画館の人に聞いたんですけど、この話もあの当時ちょうど1992年のあのお正月映画っていうか12月頃に公開された映画ってなんかあのその前の年とかそのずっと前の年とかにとかその後の年に比べるとなんか映画業界的に不作だったとね、あんまりこう注目される作品がなかったからみんなゴジラ VS モスラを見に行ったからヒットしたみたいな、棚ぼた的な大勝利もあるみたいな話を聞いたんですよ。でそれでですねちょっと気になってですね、1992年の12月ってどんな映画が上映されてたんだろうと思ってちょっとウィキペディアでちょっと今調べてみたんですよ。そしたらですね12月1992年12月2日で公開された映画エイトマンすべての寂しい夜のためにって、いきなりこれ見てね大爆笑しましたよ私ね。これあれですよね、ここのこの映画作った会社がこれが原因で潰れたとかいう話をなんか聞きましたよね。これでも私エイトマンこれレンタルビデオで借りて見ましたよこれね、もうなんだこれはと思いましたけどね、本当にね、あの伝説のあの東京ドームで試写会をしたというあれですよね、なんかいろいろ書いてましたよね。ファンロードかなんかの記事を読んでいたら試写会に行ったらなんか全然もうね途中でトイレに行ってそのまま帰ってこなくなるお客さん続出みたいな、ね、それはトイレに行って帰ってこないんじゃなくてもう面白くないから途中で席立ってもう帰っちゃったんでしょみたいなね、もうそんなことで当時書かれてましたからね、いつもね。まあその他はですね、なんすかね、ミッドナイトチェイサー、ボディーガード、ボディーガードってあれですかね、なんかあのこう有名なやつですかね、ベートーベン、ザザンボザザンボこれシンプルメン、ダンシングヒーロー、ポリスストーリー3とかありますよね、ポリスストーリー3かよおい、ドラキュラ、レイジングケイン、ホームアローンがあるけどこれ2ですね、なんか3とか2とか多いですね、7人のオタク、ちびまる子ちゃん、私の好きな歌、ネメシス、男はつらいよ、トラジローの青春、釣りバカ日誌5、ハイスクール仁義2、大変よくできました。なんか、まあ、続編、きっと有名なシリーズもあるんですけど、続編が多いから、続編とかパート2とかパート3は、ちょっと初見のお客さんにはちょっとね、ハードルが高いという認識があったかせいか、ね、そこをねゴジラがさかっさらっていったと、ね、でもゴジラにしてもねこれもシリーズものじゃないですか、ねね、まあよくわかんないですよ、ね、というわけで、ね、今回はですね、まあヒット映画はなんでヒットしてるんだみたいな話をしました。以上です